どうも、折の晩酌ご視聴いただきましてありがとうございます。タモンズ阿部でございます。いやー、破竹の4連勝ですよいやー、こんなに何ですか、この粘り強いチームでしたか、うちは。本当に終盤こんなに点を取るチームでしたか、うちが。何ですかね、これは。その打線にこの粘りが出てきたのかね、はたまたその楽天さんのリリーフ陣がちょっとまあお疲れモードなのかちょっとよく分かりませんけどもね。いやー、これはちょっとねえ、生まれ変わったってことでいいのかな。まあまあ確かにね、まあ楽天さんのね、そのミスもね、なかなかまあ、オリックスに負けないぐらいのね、ミスを犯してくれてますけどもね、助かっておりはおりますけどもね。いやー、でもね、こんなに勝負強かったっけな、うちいやー、最高ですけど、まあね、勝てばもう最高ですけどもね。さあ、今日は7月25日ということでね、3対6で4連勝、破竹の引き分け挟んで4連勝ね。気づいたら今日はね、日ハムがソフトバンクにね勝ってましたのでね、もう3ゲームですよ、首位まで。大混戦ということでねまたオリックスがパリーグをねかき乱してますよ、本当ね好きね、下から突っつくのがね、オリックスっていうのはね、本当ね。まあ今日はね、この人じゃないですか、宗くん大活躍でしたね、今日はね。いやー、決勝のね、あのランニングホームラン、まあね、ライトのね、ライトもまあ楽天のライトもね、まあよくあの場面でね結構勝負かけましたけどね。いやー、でもね、良かったですよね。いや、宗くんはもう今年はもう完全にポップフライ製造機と化してましたからね。私はもう今年の宗くんはね、こうブレイクする年やとね、私信じてましたからね。今年は宗くんね、首位打者戦線にも躍り出るぐらいね、打ちまくってくれるんじゃないかなと思ってて、開幕4位挑んでもうポップフライでね、もうね、ほんまちょっともうがっかりしてたんですよ、僕はね、ほんとね。でも毎日毎日暗い顔してね、もうほんま大丈夫かいな宗くんつって、もう一回2軍落としたった方がええんちゃうかなって思ってたんやけどもね。いや、今日のね、ランニングホームランのね、ホームでの喜びを見てるとね、なんかやってくれそうですよね、こっからね。こっからでも遅くはないですよ。もうレギュラー奪取していただいてね、もうポテンシャルはもう最高なんですからね。横浜隼人高校ですからね。いやー、楽しみですよ、これ。宗くんがね、こっからもう、今日はもう守備も良かったしね。もうほんとね、やっぱ宗はサードやな。ちょっと外野やらしたらあかんわね。宗はサード。というわけで、あとはこちら、田島ナイスピッチングでっていうことでね。いや、もう完全に左のエースですわな、ほんとね。まあもったいなかったのはね、3点目ね。せっかく勝ち投手の権利やったのにね、もったいなかったね、あれ追いつかれちゃってね。まあまあまあ、でもね、今年安定してますね、防御率的にもね。今日もまあフォアボールもちょっと少なめに抑えていただいてね、テンポも良かったね。7回までだって100球いってないでしょ、だってね。いや、良かったよ田島くんね。いや、ナイスピッチングでした。はい、そしてこちらロドリゲスね、すごいね、同点ホームラン見た、あれね。アウトコース関係あらへんでな、もうあんなとこも、よう手届いて、レフトスタンドに入れるよね。もう、むちゃくちゃやでな、ほんまね。あんなとこ。ねえ、逆転サヨナラスリーランの時もね、なんかもう、アウトローの球、もう、むちゃくちゃ手伸ばして、ねえ、
レフトスタンドにライナーでぶち込んでましたけどもね、大化け物ですよ、ほんとね、むちゃくちゃやで、もうあれ、うん、まあ、新庄が、あのね、敬遠の球、打ってましたけども、あれに近いぐらいの球やったよ、今日なんかね、もう、すごいね、ほんとね、大化け物ですよ。まあ、ロドリゲスでもなんか、アウトコースばっかりやけどね、ホームラン打ってんの。相手チームの皆様はあれなのかね、やっぱロドリゲス見たらアウトコース投げたくなるんかね、うん、あもうなんか今までのロドリゲス見てて、俺がキャッチャーならもうインばっか投げるけどね、うん、バレてないのかね、ほんとね、助かりますけどもね、それはそれで、うん、はい、そしてこちら重投成功してましたね、今日ね、うん、いや銃刀って結構成功するもんなのね、あのなんであんな作戦が成功するんやろうね、うん、俺も高校までね、あの野球やってましたけどもね、うん、プロの世界でも成功するんやね、あのね、うん、あれだってね、セカンドかショートかピッチャー誰かがこうカットするっていうね、あれサインプレーでしょあれね、なんであれ結構成功しちゃうんやろうね、うん、不思議ですよね、うん、プロなのにね、うん、投げんかったらいいけどな、もう最悪ね、まあ、投げへんチームもあるよね、うん、まあまあまあ場面にもよるんやろうけどもね、うん、あでもね、まあ、やっぱ私ね今日あの面白かったのはね、こうやってじっとして胸がホーム突っ込んでね、うん、あのあれキャッチャーの足立がね、あのベースちょっとまあ隠す形になっちゃったんでね、おおベース開けてないやんけっつうことで、こう両軍がね、ちょっと一発触発の空気になってましたけども、あのああいう時にあの一目散にベンチから飛び出していったのがゴッツっていうのがねあの私的には面白かったですけどもねあのね、あの現役時代はもうあのクールなね感じでやってましたから、ゴッツが、うん、やっぱああいう時やっぱ一番下のコーチがやっぱ行くんやね縦社会ですな、うん、わあ乱闘か言うて、わ誰か来たぞ言ったらゴッツやったからねまあ生かされてんのかな、うん、いや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 抗議してそうですけどもね、ゴッツはまあそんなことはねどうでもいいんですけども、私がね心配なのはもうこの人ね、 T よどうしたよ T よ、本当に心配でならないよ私は、ねどっか痛いんですかね、もう明らかにスイングが遅なってるよね、ちょっとお疲れなのかね、どっか痛いからスイング遅いのか、うん、なんかそれともあのね、去年は試合まともに一軍の試合出とらんかったから、うーんお疲れなのかね早々と、うん、ちょっとよくわからんけどもね、 T が良くないね、ほんとね、大丈夫だろうか、うん、心配ですよ本当に、うん、まあ、なんか左投手の時に T 使うて、うん、右投手の時に休養させるっていうのもちょっとよくわからないんですけどもね、うん、まあなんかどういう事情かわからないですけどもね、とにかく私はね T にはね本当復活していただきたいのでね、うん、困りますよ T がね打たないと、まあまあまあ、あのあもうこんな時間かいな、ほんまもうやっぱ買っちゃうとね、なんかいろいろ喋っちゃうね、うん、すいませんね、というかということでね、うん、もうこんな時間ですわ、うん、よし終わろう、あのね明日は山本ですからね、うん、まあ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 普通にやれば買っちゃうんじゃないですかね、というわけで、檻の晩酌でした、さようならチャンネル登録お願いします。